王とは絶対に立ち止まってはならないものだ。どれほどの犠牲が出ようとも前に進み続けなければならない。しかし王といえども迷い悩むこともあるだろう。その時はそばでノクティスを支えてほしい。友として、兄として、どうかノクティスを頼む。どうか俺を許してほしい。ルートで祭壇を目指す。陽動を展開してくれ。敵の戦力を分散させたい。了解だ。どこか見渡せる場所は？偵察兵か。面倒だな。
こんな奴らに構っている暇もない。巨神の攻撃により水陣が消滅。市街地に展開していた帝国兵は最大へ活動中、前線を放棄。全隊は直ちに撤退を開始せよ。繰り返す、全隊直ちに撤退。
階段までのルートも東の橋を越えれば行けるだろう。まだあればだが。了解した。迷っている時間はない。向かってみる。健闘を祈る。首相、聞こえますか？何かしら。ノクト救出に力を貸していただきたい。水神と巨神の戦いで、今はそれどころではないのだけど、ルーシス王もカンナギも生きているかどうか。必ず生きています。二人をここで死なせはしない。兵に情報を集めるよう伝えておくわ。ただ当てにはしないで。こちらイグニス、聞こえているか？聞こえてるよ。状況は？頑張ってるんだけど。まだ片付きそうにね。
順将、ルナ・フレーナと指輪の捜索はどうなっている？はっ、目下全軍で祭壇を攻撃中ですが、前方に巨神が立ちふさがり苦戦を強いられています。巨神がノクティスを守っているのか。戦闘が長引けばルイス王とカンナギを生きて捕らえるのは不可能。祭壇には私が行く。
軍を交代させろ。しかしこの腕のいきさつを知らないわけではないだろう。指輪は回収するだけでは意味がない。承知しました。若造、属国出身の分際で偉そう。どうせ妹の身を案じてるんだろう。祭壇ルートはどこだ。祭壇への道は。終わりだ。はっ。いやー。せっ。
またか。くらえ。恩に切る。早く撤退しろ。ここももう持たない。本当に生きてると。当たり前だ。無事を祈る。あんたと王様に。
警部、あなたの顔は覚えています。
レイベス。